はいどうも、波乗りです。マスターリーグ続きやっていきたいと思います。はい、今回 FA カップ2回戦ワトフォード戦と、そしてプレミアリーグ第7節サウサンプトン戦ですね。いやー、前回よくレスターとね、シティにギリギリで勝ったのも1点差だからな。前回の試合ほんと神試合ですね。あれがほんとできればいいと思う、今後も。で、ワトフォードですよ。まあ FA カップね、前回ベスト16か、チェルシーに負けてベスト16なんで、この壁ですよね。ベスト8以上ここ超えられるからね。まずワトフォード戦ね。ワトフォードもリーグ戦で今2位とかだから、ほんとにね、ここでワトフォードにちょっとね、侮んないでやんない、試合をねちょっと進めていこうかなと思っております。で、メールが届いてたんですよね。プサーの急成長、様子を見る限り急激な成長を見せているようです。彼をレンタルに出したのは正解でしたねと。ああ、そんな伸びてる、プサー一応伸びてるらしいんですけど、どうだ、能力そんな変わってないように見えるんだけど。あれ、どこに出してたっけ、俺プリストルか。66だもんな。いや、そんな伸びてるかな、どうでしょうね。ちょっと戻ってみないと分かんないですね。戻ってみて扱ってみて、あ、これ伸びてるなと思う多分時もあると思うんで、そこですね、そこで判断しよう。で、ワトフォード戦はちょっとね、今回メンバー落とそうかなと思ってます。ちょっとメンバーを若干落とそうかな。はい、今回こんな感じでいこうと思ってます。ゴールキーパーマクガバン、左からウズシテイシェイラ、バスターソン、そしてロンカグリアですね。ロンカグリアは下部組織から引っこ抜いてきて初めてデビューさせますね。そしてケレン・マクドウォール、コーク、そしてアンドリシコ、ドチカル、右ポージャン、左、ワントップジエゴソーザ、左テイラーですね。まあちょっと主力がね、結構ね、ずっと続いてたから、あの先発がねフルで出させたから、ちょっと休ませようかじゃないかということでね。まあちょっと後半やばくなってきたら、ルッソとサミュエル入れますし、ここら辺はね、まあ、流れ変えられる選手いるんで、まあ、まずは控え組のね、ちょっと戦力アップ、ここを目指していきたいなと思っております。うん、基本的に僕ね、カップ戦ではね、本当控えの選手を中心的に使っていきたいから、なるべくこういうね、戦法を取っております。で、キャプテンを、どうしようかな。キャプテンは、ケルマクドールでいいか。サワトフォードね、リーグ戦で今2位ですから、これをね、どう止めるかっていうね、ほんと分かんないんで、相手ワトフォード初めてやるしね、これはちょっと様子見ながらちょっとやっていければと思っております。さあ、控え組中心のメンバーでどれだけできるかね。これほんとね、控え組試す機会なかったからさ、ほんとにこれどうやってくれるのっていうね、話ですよ。さあ、ルイス・テシェラから、まずい、ルイス・テシェラも久しぶりでしたからな。さあ、あーやばい、 PK あーやばい、やってしまった。これは PK ですね、確実に。これロンカグリアか、あ、コークですねオッケーオッケー。まあこういう時もありますよ。右、あー、ダメか。先制ワトフォード、モラレス来てしまった。まあいつもと違うメンバーでやると、まあちょっとこういうことが起きるよね。まあ、こういう試練もね、ちょっと与えた方がいい。控え組に1点差の状況でどう変えるかっていうね。まあちょっとどっちかルにボールを当てたいんだけど、エースみたいにね、パッパパッパ出せる選手じゃないからね。このメンバーでどうできるかだな。さあ、コーク、危ない、シュート来た、危ねえ。さあ、コークから、危ない、マクガバン2点目、ワトフォード、トロイ来てしまった。いや、ちょっと舐めすぎたかね、ワトフォード、ちょっと舐めすぎたかね。ちょっとあれだね、前半終わったらサミュエルとルソいないとまずいな、これ。アンドレシコから、さあ、ルシエラ、ここだと、ここ、さあ、来た、どっちから、左足、どっちから入らない。いや、でもいい攻撃でしたけどね、今は。どっちから、エーズみたいな裏抜け出しはできる、これで2列目から。あとはエーズ並みの決定力が出てくればですね、ここ。ポージャンから、どっちから来たね。アンドシコから、さあ、テイラから来た、ソーザ来た、同点、どっち来たね、行って返した、オッケー、ソーザ来たね。いい形だったよ、これは素晴らしい。さあ、控え組、これは主力組を脅かしてくる、これは。いや、これはこっちに渡したっていうね。アンドシコ素晴らしい。アンドシコもギリギリだった。これ全部ギリギリよ、これ。まああの PK はね、ほんといらなかったんで、あとはね、いや、アイコンしなければ普通にね、いけてたと思うよ、この試合。慎重にやってればね。さあ、でもポージャンか、ポージャンはちょっと使いやすい選手なのかちょっと分かりませんけどね。ちょっと70分までにこの状況続いたら変えましょう。サミュエルとルッソ入れます。そう、控えにもスサイタいるんだけどさ、スサイタも使いたかったんだけど、今の状況じゃちょっと使えんな。変えましょう。ソーザなんか右もできるっぽいですね。ソーザ右にしてさ、ルッソ入れて、いや、ソーザ左にしよう。で、サメル入れます。これでいこうか。
さあ、もう一点来たらアウト、アウトだ。おお、マクローバー、まだある。おお、ブレ、ここ守れば全然あるぞ、チャンスは。さあ、危ない、シュート、マクローバー、おぶれ。よし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 、オッケー、フォーク、よし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 。さあ、ルサメル、行ってこい、サメル、まだある、ルッソ、ルッソから、さあ、来た、ソーザ、ソーザ、キーロ、決めろ。うわー、ソーザあの一本でちょっと変わっちゃうかもな、展開が。うわー、1回戦敗退、 FA カップ2回戦敗退。いやー、メンバーを落としたことが当たりに出たか。これは勝てた試合、ソーザがあれ最後決めてるやん。ちょっと判断ミスかもしれんが、まあ、こういう経験はさせといた方がいい。うん、今シーズン一番重要なのはプレミアリーグなんで、これも言い訳だけどさ、アワートフォードに勝ったらシティとできたね。ちょっと右下、僕の顔でちょっと見えないかもしれないです。シティですね。シティ大勢で勝ってた。あー、シティとできてたのか。もったいないですね。まあでもこれで逆にプレミアリーグに専念できるんで、これは大きいかもしれんぞ。まだ狙うはプレミアだからな、本当に。今回、ソーザ良かったから、ソーザ入れましょう、ベンチに。うん。途中で出す可能性ある。うん、で、ちょっとサミュエル途中で出したけどね、さすがに、あの時間帯は無理か。まだね、メンバーも結構固まってきて、チームスピリットも安定してきたんで、ここですよね、本当に。ルッソ、ルッソ、本当調子いいからな、伝説から。レスター戦とね、シティ戦で、ね、計3点奪ってるからな、素晴らしいよね。このルッソをどう生かすからね。はい、やっていきましょう。さあ、サウスハンプトン戦です。3連勝なるかね、これで、ね、スター戦からの勢いで。ちょ、守備陣が崩壊してるからね。一応攻撃陣がまだね、元気なんで耐えてますけど、これはそんな続かんぞ。サミュエルの覚醒権ちょっと終わったっぽいですね。マイコン、マイコンから、んー、こっち来たか、右足ポスト、オッケー、ポスト覚醒権を得て、ちょっとあとはたくましくなってきたんじゃない。当たるからサミュエル、さあマイコ行っちゃえ、もうお前もどんどん負けるぞ。ここに来たらマイコクロス、ルッソー来たー、ルッソー3試合連続ゴール、ルッソー今シーズン6点目、すごいですね、ルッソの本当得点力って。いやー、ちょっと俺でもね、何回ルッソを見せても驚くよ、これは。いや、マイコンも素晴らしいけどね、ここだもんな。渡るからスポディッチ、さあ来た、危ない、シュート、ポストナイス、ポスト素晴らしい。ちょっとポストの時代来たんじゃない、これは。マクガバンはなんかね、やっぱりこのチームを離れたいって思うから、なんか思いが溢れ出ちゃって、あまりプレーになんかよく感じられないもんな。マクガバン出した方がいいか、もう俺がもう客観的に見て判断した選手出すぞ、本当に。さあデンベレ、本当救ったよね、デンベレは。デンベレは本当に出ていてほしくないな、俺は。ルッソから、さあエイズ右足、おお、ルッソ、このルッソが落としてからの素晴らしいです、本当に動きは。さあデンベレ、デンベレ、デンベレからクロス、ルッソ、おおおお、やっぱルッソが落としてからのエイズのやっぱ反応は早いですね、やっぱり2人の動きが共有できてるか。そうですね、神継ぎだよ、神なんです。さあ渡るからエイズルッソ、ルッソ、さあ右足か、来い、惜しい。デンベルの本当守備ありがたいよ。あ、まずい、ここ入ってきたか、危ない、シュート来たー、サウスハンプトン同点。チェアダムス来てしまった、ここだな、これ中盤。いや、デンベルサイド行きすぎたな、ここで。渡るがもう遅かったね、これで。ポスト、これは取れんか。さあ、3試合連続で失点中でございますね、これは、リーグ戦。マイコン、クロス、ルッソ、おぉ、ルッソ、来た、よし、よっしゃー、逆転、エイズ、勝ち越し、ルッソが奪い返してから、エイズ中でフリー、素晴らしいですね。ここではね、ここでルッソが一回ヘディングでしようとして、これ奪い返したんだよ。素晴らしいですね、OK です。やっぱデフォーとかさ、うち強い選手いますけど、やっぱ強い選手だけじゃ成り立たないんですよね。ルッソとかエーゼみたいにちょっとバランスが取れる選手がいないとね、厳しいんですよ、本当に。いや、おお、ちょっと待ってくれ。それはあかんよ、スポディッチがかわされた、中、おお、危ねえ、シュート、おお、バーだ、助かった、アップね。やっぱスポディッチがここでちょっと釣り出されたらダメだね。そして簡単にかわされて、
うえー、ポストンビビったな。さあ変えましょう。ドゥイステシェダ入れて、でハウフィーも入れましょう。今日守備的に行きたいんだが、ルッソも変えるか。いや、ちょっとソーザ入れてみようか。ソーザ入れてみて、この3人と果たして融合するのかちょっと見てみましょうか。さあ3枚替え。ソーザ良かったからね、前節 FA カップね。ルッソ、さあソーザ、ソーザからルッソ、ちょっと新たな動きが出てくればいいけど、さあソーザ、ソーザ左足、おお、ソーザ、ソーザやっぱいいですね、面白い動きするわ、これ面白い動きする人俺大好き。エイズ、ハーフィー、あーやばい、うわー、ぶねー、セーフ、 OKOKOK、 よしよしよし。さあサメル、さあこれはあのちょっと守備を見ると危ないんで、もう1点取ろう。サメル、ファールはない、エース、おファール来た、チャンスチャンス、サメルのところで確実のファール、あエイズのとこか、エイズのところファールですね。ドゥイステシェダ、誰が蹴れるんだろう、いやどれも厳しいが、ソーザ蹴らせてみるか、壁低いからさ、これいやーちょっと強すぎたちょっと強すぎましたね、いやちょっと1個上げすぎたゲージ渡る、そこに刺しダメなら潰そう、潰して潰して、もう潰して、そこは、いやかわしてくる、左足、うっそ、あれかわしてくるか、ここちょっとね取ると思ったんだよな、ここでダブルタッチできたか、うーわまだある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 ぞ、よしよしよし、サメル、サメルいけ、ファールだろ、おいおい、こりゃひどいぞ、こりゃもうイエローレベルだろ、ちょっと今のはひどい、もろ削りに来ても間に合わないから。さあチャンスだとルイステイシェラ、これはちょっと微妙なボールだな、ここら辺、ここら辺だ、さあクロス、クロス来て、チャンス、よっしゃー、オンゴールサウサンプトンオンゴールで失点やらかした男、ルイステイシェラのボールが入ってしまったでもこれはラッキーですね、これも運ですよ、ルイステイシェーラのボールが良かったんだな、うん、これは取れないですよ、やらかした男、よし勝った、勝ったことには変わりない、サウスサンプトンを下してリーグ戦3連勝、素晴らしい、ルッソとエイズが相変わらずの好調ぶりを見せてくれました、素晴らしいですね、いやーオンゴールでねああなるとは正直思ってなかった、なんで今の QPR のね流れがいいってことですよ、これはね全部1点差だから、全部1点差だからな、怖いなこれは、素晴らしい、7節にして5位ですよ、5位、トッテナムが強いな相変わらず、トッテナムなんとかな、負けてないからな、トッテナム、このトッテナムどう倒すからな、本当にね、失点が10だからな、10失点は本当やめよう、無失点をちょっと目指していこう、これから、じゃあ僕次回、じゃあブライトンから、じゃあアストンビラまでやってきます、うん、アストンビラまでやってきて、次回トッテナム戦からですね、うん、ちょっと飛ぶけどね、まあ、そっからまあ動画にね結構していくんで、それまではちょっと飛ばそうか、はい、うーん、ちょっと次回のねトッテナムまでにどれだけ貸しても積み上げられるかね、うん、ここだね、次回僕が裏でやってくる相手はそんなブライトンとかそんな上のチームじゃないんで、ここですよね、まあね、こういう上のチームだから今勝ててるっていうこともあるかもしれないんで、まあね、これは油断せずにね次の4試合やっていければと思っております、はい、でルッソが6点だもんな、サラー6点、デディアリーが4点か、ルッソにもかかってるな、このプレミアね、上位に行けるかはね、いやでもルッソで安泰だね、ほんとね、当分はこれね、5年後とか10年後のことを考えると、ルッソがね今の状態キープできるとはちょっとね想像しがたいんで、ルッソのね後継をちょっと探さなきゃいけないの、これからね、はい、ちょっと悩みどころでございます、はい、てな感じで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました、また次回お会いしましょう、 See you。